んなとこに呼び出したりして。うん、そのね、きれいだよね、ここの桜。それでね、その、卒業式感動しちゃったね。私なんかもうずっと泣きっぱなしだったもん。その、あのね、私ってね、この高校に入学するまでは何をするにも本当臆病で、男の子に話しかけられたりしただけですごく上がっちゃう。うん、そんな子だった。だけどあなたは別だった。普通に接することができた。あなたの前では普通に話すことができて、いつも通りの自分でいられたの。でもね、そのうち一緒に過ごしているうちに普通じゃいられなくなってきたの。あ、でも他の男の子と話すときみたいに怖くて緊張しちゃうわけじゃなくってね、ずっと一緒にいたいのに恥ずかしくて逃げ出したくなるような、そんな不思議な感じだったの。少しずつ心の中で何かが変わり始めて、気づいた時にはもう引き返せなくなっていたの。ふと一人になると気持ちが落ち着かなくって、寂しくて切なくって、どうしてこんな気持ちになるんだろうってずいぶん悩んだりした。ううん、きっと心の底では気づいてたのにわからないふりしてたんだよね。答えを出してしまったら一緒にいられなくなるような気がして。でもおばあちゃんの手紙がきっかけなんだけど、こう思うようになったんだ。私本当にこのままでいいのかなって。こんなあやふやな気持ちを抱えたままで卒業しちゃっていいのかなって。きっと後悔する。だから一生懸命考えた。私なりに必死に考えたの。それでね、やっとはっきりしたの、自分の本当の気持ち。私ね、あなたの気持ちが知りたい。私のことあなたにどう映っているか知りたいの。だって私にとってあなたは誰よりも大切な人だから、大好きな人だから。私あなたのことが好き。勇気を出してよかった。この気持ち
あなたに伝えて本当によかった。ありがとう。きっとこの勇気もあなたがくれたんだと思う。私何もお返しできないけど、何もしてあげられないけど、ずっとあなたのこと好きだから、いつまでもあなたのこと愛してるから。これから二人ずっとずっと一緒だよね。おじいちゃんとおばあちゃんになって二人で肩を並べて縁側で日向ぼっこする姿が似合うくらいまで一緒にいようね。ちょっと気が早かったかな。